1689年権利主張法は、1689年4月にスコットランド議会において可決された法律である。これは、イギリスの憲法及びスコットランド法において非常に重要なものの一つである。ウィリアム三世名誉革命の際、オラニエ公ウィレム三世は1688年11月5日、軍隊と共にイングランドに上陸した。 イングランド王国及びアイルランド王国の国王ジェームズ2世はこの侵略に抵抗しようとしたがその後代理人を派遣し交渉して結局1688年12月23日にはイングランドから逃亡した。イングランドの仮議会はジェームズ2世がイングランド王として政府を放棄したことを宣言し1689年2月13日に ウィリアム3世とメアリー2世をイングランド王とする権利の焦点を交付。さらに、1689年王位及び議会、承認法によりその有効性を確認したが、スコットランドにおいてはより困難な憲法問題に直面していることが明らかになった。ジェームズ2世は名誉革命の間スコットランドにおらず、12月にスコットランドから逃亡したということもなかったからである。 したがって、スコットランド議会の三部会は3月16日に、大位継承候補の2名から受け取った書簡を検討するために召集された。4月4日、議会は、王室の契約上の性質に関するジョージ・ブキャナンの理論を利用して、ジェームズ7世の大意を可決した。その月の下旬、議会は、スコットランド憲法の要件として、彼らが見たものを列挙して、 権利の主張と苦情の条項を採択した。またこれらの法律に、その行動が違反していたとして、ジェームズ7世は、スコットランド王位を失ったことを宣言した。議会をこれらに基づいて、ウィリアムとメアリーに王位を提示し、彼らは1689年5月11日に、それを受け入れてそれぞれ、ウィリアム2世、メアリー2世として、スコットランドの王、女王であることを宣言した。 しかしながら監督性に反した権利の主張が新しい君主制に完全に認められるか否かという次の問題は存在した。権利の主張の効果は王室の特権を犠牲にしてスコットランド憲法における議会の地位を強化するものであった。この法律は1703年のスコットランド議会法により確認され、1707年の合同法以降は 連合王国により保持されてきた。2019年、この法律は、ボリス・ジョンソン首相の議会の閉会は違法であるとして、裁判所に提訴した議員たちにより引用された。民事上訴裁判所内院のドハティ判事は、その主張は正当化できるものではなく、仮に正当なものだったとすれば、権利の主張の違反はなかったと判断した。この提訴の真の目的は、 政府の行動を議会に精査させることであったため、内院は、この意見は正当で議会の閉会は違法であるとする主張による上訴を認めた。しかしこれは、スコットランド法や、権利の主張の特殊性による結果ではないと述べた。高等法院は同日上訴を却下する判決を出し、2件の訴訟は、内院の判決を支持する最高裁判所へ持ち込まれた。詳細は、ありがとうございます。